エリュー・ベッダーは、オランダ系アメリカ人として、ニューヨークで生まれ、ニューヨーク、イタリア・ローマで活躍した、象徴主義派の画家、イラストレーター、詩人。エリュー・ベッダーは、いとこ同士の夫婦であったエリュー・ベッダー・ジュニアとエリザベース・ベッダーの息子として1836年2月26日に、ニューヨークで生まれた。父は、司会であったが、運を試そうとして、 キューバに移りそこで開業したが、これは幼いエリューに大きな影響を与えた。そして、幼年期の残りの部分はスケネクタディにある彼の母方の祖父、アレクサンダー・ベッター・家ケと寄宿学校との間で過ごした。成長するとエリューは画家への道に進むことを望んだが、父に反対された。しかし、母が子供は親と違う職に就くべきだと言ってしる父を説得し、 同意させてくれ、画家を目指すことができた。彼ははじめは、ニューヨークのトンプキンズ・エイチ・マットソンに次いで、パリのフランソワ・エド・アル・ピコの下で学んだ後、イタリアで修行を終了した。そこで彼は、イタリアルネサンスの作品からのみならず、マッキア派の画家やイタリアの当時の風景画から強い、影響を受けた。彼は1858年から1860年まで、初めて、 イタリアを訪問し、そこで仲間の画家ジョバンニコスタと深く感情的な絆を結び、二人でイタリアの田舎をめぐる牧歌的な旅行を始めたがベッターの父親が財政補助を打ち切ったため途中で中断を余儀なくされた。その後ベッターは無一文となって南北戦争中のアメリカに戻り、そこで商業イラストを描くことで、 細々と生計を立てながら、ニューヨークのボヘミアンたちのたまり場、パーフのコーヒーハウス、の芸術家グループに参加した。またその時期彼は想像上の自然、ロマンチックな無双そしてしばしば東洋の影響が、印象的な、ロック鳥の卵、漁師と精霊そしてこの時期の最も有名な作品で、ある、大海蛇の巣穴等を描いた。また、ウォルト・ホイットマン、 ハーマン・メルビルとウィリアム・モリス・ハントの作品を紹介し、彼らと交友を結んだ。そして1865年には、アメリカ芸術・文学アカデミーのメンバーとなった。南北戦争の終わった後の1866年に、イタリアに住むために、アメリカを去った。その後、ニューヨーク州グレンホールズで1869年7月13日に、キャロライン・ローズ・クランスと結婚し、 4人の子供を儲けたが成人に達したのは2人だけであった。娘のアニタ・ヘリマン・ベッターは、商売の詳細について、無関心との評判があった父親に代わって、商売の実務を扱う重要な役割を担った。息子のエノ・クローズ・クランス・ベッターは、宝飾デザイナーのアンジェラ・レストンと結婚した有望な建築家であったが、1916年4月2日に、 イタリアの両親を訪問した時に亡くなった。また、エリューの兄、アレキサンダー・マディソン・ベターは、海軍の国で、江戸から明治に変わる時代の日本に駐屯し、日本文化の近代化を目撃している。エリューは、ローマで家庭を持っていたが、マイナス1884年の、ルバイアートの挿絵作品による、経済的な成功の後、その景色の美しさや人々の親密さで、 多くの芸術家を魅了していたカプリ島に滞在した。ベッターは何回もイギリスを訪問しそこでラファエル全派の影響を受け、ドーハのシメオン・ソロモンとは友人であった。また、ウィリアム・ブレイク、ウィリアム・バトラー・イエッツなど英国とアイルランドの神秘主義者の作品に影響を受けた。1890年に ベッターはイタリアのインアルテ・リバートスグループの設立に協力した。ティファニーは彼にガラス製品、モザイクが及び象徴像のデザインを委託した。ワシントンにあるアメリカ議会図書館の閲覧室の廊下には彼のモザイクがミネルバが飾られており、現在もそれを見ることができる。ベッターは時折、 アメリカに戻ったが、1906年から1923年1月29日に、亡くなるまでイタリアのみに居住した、そして死後ローマのプロテスタント墓地に埋葬された。エドワード・フィッツ・ジェラルド英訳版、ルバイアートの差し絵、全55作品の一部、英語版、エリフ・ベダーを翻訳、ありがとうございます。